氷川神社は、東京都渋谷区本町にあり、勝手は、旧旗ヶ谷村の総鎮守。現在では、旗ヶ谷地域の氏神様として尊敬されている神社である。旗ヶ谷氷川神社とも言われる。祭神は、スサノー村、アイの神は豊受姫の命、キイナ姫命である。神社の起源は古く、旗ヶ谷の地に住み着いた、原住民が、 氷川神社から分出されたものと推測されるが、記録はない。A6 年間の御法上氏の文書にはすでに記載されている。別当時は総厳寺であった。神社は周囲より一段高い土地に立地されていて、境内の広さは728坪である。参道は前の道路に面して、石の鳥居と幅911段の石橋があり。 それを登れば神殿正面に続く石畳に出る。また神社の南西にも道路からの石の鳥居と坂道山道があり、これを上がっても石畳に出る。神殿は1945年の戦災で一度消失した後、戦後の1956年に再建されたもので、本殿、乗戸殿、廃殿等を含む、 宗田鉄砲39坪余りの総比の木木造道板武器神明作りである。大祭は秋の9月24日。現在でもその前日と大祭の日には神社で神楽が奉納され、境内と周辺道路には多くの露店が出て賑わう。また、旗ヶ谷地域の各地区ではお新首書が作られ、御しが出て町内をめぐり、太鼓を乗せただしが神社までを往復する。 ありがとうございます。